せんべいの。せんべいの。せんべいの。皆さんこんにちは。南モンゴル草原の火星号第53回をお送りします。アルフの大臣です。はい、大臣さん今年1回目よろしくお願いします。はい、今日も三浦小太郎さんと一緒に進めていきたいと思います。はい、まず今日はですね、今年のニュースというか、まあ、これは簡単に言うと中国共産党の宣伝ニュースでもあるんですけれども、1月に配信されたニュースで、まあ、いわゆる、まあ、内モンゴル自治区南モンゴルの、ことについて一つニュースが上がっていました。ヤフーニュースとかで検索すると出てくるんですけれども、中国内モンゴルの大草原で育った国の子ども65年ぶりに95歳のジップと再会というニュースです。はい、これはまあ、簡単に言うと、まあ、中国の公安部警察が地元のいろんな警察庁とか公安が頑張って DNA 鑑定してですね、中国のいわゆる国の子供の一人であるこのカンさんっていう人の実の父親を探し当てることに成功したというニュースで、この実のお父さんが95歳なんですけれども、この国の子供っていうワードがそもそもちょっと日本人には聞き慣れないと思うので、まあ、このままちょっと、記事を見ますと、国の子供は1950年代末から1960年代の初めにかけて中国南方のいくつかの省と市の児童養護施設から内モンゴル自治区の大草原に送られた子どもたちのことです。当時約3000人余りが内モンゴルの牧畜民に引き取られ育て上げられました。この歴史は中国の文学作品や映画でも知られ、人々から親しみを込めて国の子どもと呼ばれるようになりました。その国の子どもの一人の女性が、まあ、個人で養育され、で、まあ、も南モンゴルでですね、それで、体調が良くなってから養子縁組で家庭に入ると。でそこの草原の母親たちが、地域と、血縁を超えて、大きな愛とぬくもりでこの飢饉ので逃れた子どもたちの命を救ったという話ですね。そこから今また DNA 鑑定して実の親と会えましたという、いいニュースでした。そうですね。はい、まあこれまあ、それこそやっぱりこういうね、中国共産党の宣伝ニュースの中にもいろんな真実が本当に含まれていて、これは本当に例えばこの中ではですね、このニュースの中では一言も出てこない言葉が大躍進政策という言葉ですね。まあ、1950年代後半に毛沢東、中国がやった大躍進政策、まあ、これなどはですね、まあ、今、ではあまり語られることも日本でもあんまりないかもしれないんですけどね。だけどはっきり言ってしまうと、めちゃくちゃ無理な工業化をやって、また人民公社という形で非常にこう、まあ、はっきり言ってしまえば一気に私有財産そのものを全部なくしてしまって、そこで食料も全部配給にするという形で、さまざまな間違った農業政策を続けてですね、農業工業全部を破壊してしまって、もう全土で1000万人単位の餓死が出たという、そういう大事件なんですよね。これで毛沢東は一時期ですね、権威をちょっと失いそうになって、それでみんな共産党にも間違いがあるから、ぜひ自由にいろいろ批判してくれと、まあ、そういったことを始めて、うん、そしてその批判の手を挙げた人は全部粛清されたんですけれども、それで文革が始まったそうですね。それはまあで、まあ、ただ、このモンゴルに関して言いますと、この時要するに中国内部の都市でものすごいたくさんの餓死者とともに孤児が発生するわけですよね。はい、まあ、お父さんお母さんが飢え死にしちゃえば子供はもう孤児にしかならない。この中の3000人をですね、当時のモンゴルの指導者のウランフーという、これは共産主義者ではあったんですけれども、この人がモンゴルの伝統というのは決して孤児を見放さない、孤児がで親が何らかの事故で死んだりした場合は子供は絶対部族で守ると、でそういう育てるということから、この中国のこの孤児たちを、まあ、モンゴルもやっぱり迫害されて貧しかったんだけど、それでも引き受けようということで、中国人の孤児3000人を引き受けたんですよね。
で、それに対してウランフはこういうふうに語ってるんですよね。でこの受け入れた子どもたちはみんなとても可愛くてモンゴル語をねすぐ覚えてもう今みんなどんどん馬に乗ってると、うんうん、でこの政策に対してですね一部の偏狂な民族主義者のモンゴル人という言葉を使ってるんだけど、うん、偏狂な民族主義者のモンゴル人は中国人を受け入れる中国人の孤児を受け入れても彼らは生活習慣が違うから、うん、あるいはまたやっぱり民族がもともと違うからうまくいかないといって反対した人が多かったと。だけどほら見てみなさいと、モンゴル語を喋って馬に乗っていたらみんな立派なモンゴル人だと。おこれは僕はウランフーというこの人の言葉の中でもう最も素晴らしい言葉の一つだと思うんだけれども、うん、これは本当にですね排外主義を本当に乗り越える言葉ですよ。でしかもそれはそのある民族の文化の中で生きていくんだったら、うん、その文化の最低限のところはやっぱり受け入れてほしいと。これはこの2つの意味が入っている言葉 で、ですからこの子どもたちというのは結局孤児もしくは父親母親がですねもう飢餓の中で子どもを育てられなかった、そういう子どもたちをがモンゴルで引き受けられたんですよね、うん、でそれが今回一族が再会できたという、もう本当の親に会えたというそういう美談になってるんですけど、これ逆に言うとですねウイグルで行われているのと同じで、そこにいる民族のですね全員の DNA 取るっていうやり方なんですよ。あなるほどなるほど、うん、今だからこそむしろこれが可能になってきたってことですか、うん、もちろんこの人自身はそういう親を探したいという意思はあった、でもこれはこのやり方っていうのは完全にもうウイグルやチベットでやってるのと同じで全てのこういう民族のDNA、あそうですね、うん、登録しておけばすぐに検査できるんですね。これはもう監視カメラとDNA の採取、もうだからそれはモンゴルでもウイグルで行われていることと同じことがあるということの証拠なんですよね。なるほど、うん、だから、これはこの親御さんに会えたこと自体はこれは民族を超えた美談だと僕思いますよ、思いますけれども、それがなんでこういうことが起きたかって言ったら大躍進という間違った政策、うん、大躍進でですね、もしかしたらこれ見てる若い方知らないかもしれないんでちょっと言っておきますと、大躍進政策とは何かっていうのはこれはネットとかでも本でも読めますんで、一番分かりやすく言うとですね、毛沢東はとにかく鉄をたくさん作って工業化しなしていかんと。ほう、まず我々は何年かちょっと忘れたけど何年でまずイギリスを追い抜くと。10年って言うんですね。10年か。10年で10年でイギリスを超えて、15年でアメリカを追い抜くと、でそのための工業化をすると。ありがとうございました。さすがに教え込まれた人たちはでもでそれで何やったか、じゃあ鉄を作んなくちゃいけないと、うん、だからその各人民が家の前に炉を作って、溶鉱炉みたいなのを作って、そこで家にある夜間とかそういうのを全部焼きなさいと、すると鉄になる。まあ溶けますわ鉄を生産する。その鉄で工業化するとか。おお。そしてそれで作ったものは全部壊れたんで。そうでしょうね。はい。で、あと、農業はですね、農業たくさん麦や米を作んなくちゃいけないと。だから田んぼとかこうやってこう距離を取って植えるじゃないですか、はい、あれやっちゃダメ、全部ぎっしりこうやって、その麦がや 米が実ると、はい、その上に子供が寝れるようにしなさいって。あ、なんか聞いたことあるんですけど、密度の高い稲とか、うん、なんかそういう言葉がありましたね、うん、それ密集やるとね全部枯れるんですよ。栄養足りないから、うん、でそれは毛沢東がやれって言ったらやるしかないから。でしかもそれうまくいきません、主席っていうのを地方の幹部が挙げられないわけ。反対っていうか意見も言えないっていうね、言うと粛清されると思っちゃうから、だから大成功したって報告を上げるんですよ。これはソ連もそういうとこあったんだけど、だから毛沢東が愚かだったってだけじゃなくて上がってこないんですよ、間違ってる報告、正しい報告が。じゃあ毛沢東もこんなに例えば飢饉が起きるほど、まあ最初はよく知らなかった、分かってなかったってことですか、うん、これは独裁者ってね意外とそういうとこあるんです。現状を把握できてなかった、で教える人がいないから、でそしてこの大飢饉が起きたんで毛沢東はこれはこれからだんだん今日の主題に入るんですけど、はい、なんでこんな飢饉が起きたか、これはスズメが悪い。スズメ飢饉はスズメが悪い、うん、スズメが悪い、だからもう全土でスズメを取れと。えもう中国全土でスズメをとにかく捕まえろと。
あのスズメをたくさん殺した人は報酬を出す、それもスズメをゼノサイドやった、スズメのゼノサイド、スズメのこれでもスズメがいなくなるとまた生態系というか、あの自然が崩れるのでは、害虫を食べなくなるんで、害虫を食べるんで、もう米も食べるけど、スズメっていうのは害虫をよく食べるんで、それで結局もっと飢餓が進んだんですよ。あらららら、うん、これあの、今あんまりこういうことを語られてませんけれども、50年代は結構これ日本にも、日本ではもう結構美談的に語られてた。美談でですか、うん、あの中国の農民が、何手作りで鉄を作り、はい、あのこう農業を発展させてるっていうふうに、そういうふうに伝わってた時代もあった。わ、うん、そういうのはあの昔の左翼の、ね、資料とか結構ありますよ。あのまあ、こういう番組で紹介してもいいんだけど、あのモンゴルと関係ないから特にしませんけどね、あのこうもうスターリンの粛清とか もうすごい、1950年代のスターリンが死ぬ前の共産主義者の 本読むと日本ですごく美化されてます。北朝鮮のよく言われる地上の楽園みたいな、まあ、そうです、あれ北朝鮮だけが有名になっちゃってるけど、はい、ああいうのいっぱいあるんですよ他に。あのソ連の粛清とかも、なんか資本主義国では自分も資本主義国にいるくせにね、 あれをなんか残酷のことのように言うけど、どんな素晴らしい党にも堕落する人間が出てくると、うん、そういう人間を処罰してるだけなんだとか、うん、その兵役で書いてる人います。はあ、うん、まあだからまあ、あのまあその一例としてその大躍進というのがあって、その中で、うん、あの結局毛沢東の間違った指示とそれをあの、まあ、隠す連中のせいで千万単位の餓死者が出て、うん、その中のまあわずか3000人かもしれないけれども、モンゴル人が中国人の子どもたちを守ったんですよね。あの大臣さんとしてはこの国のと子どもまあ、いわゆる美談にされている物語ですけれども、実際そのモンゴル人としてはどんなふうに受け止めてますか？そうですよね、この、まあ、三千人って言われる、まあ、子どもたちをモンゴル人が、育てたっていう話ですね。でその話自体はモンゴル人の方から見ると、やっぱりモンゴル人っていうのは心優しく、まあ、かわいそうな子どもだから、うん、育ててあげようっていう優しい心ですね、うん、それは美談も何でもない普通のモンゴル人の優しい心です。ただそれは何で美談化するかっていうこと、それでまた何で今更そんなことを美談化して映画化するかっていう話は一番問題ですね。まあ、最近はあの、まあ、習近平は、中国の、物語をちゃんと話せとか、語りましょうとかいろいろ指示は出してるんですよね。国内でも国外でもっていうことは、それとつながると思いますよね。うーん、でね、この話、まあ、日本語でも翻訳されてヤフーニュースまで載ってるっていうことはすごい、そういう意味では受け取るっていう方もありますね。あ、なるほど、そうですね。このニュース検索すると、まあ、ヤフーニュースもですけどいくつか配信されていたので、あの、うん、中国人とモンゴル人はどんだけなんか仲が良く、うんうんうん、いわゆるあの中国の、 あの戦によるその民族団結ですね、でいろいろ賛美するっていう、うまくいってるっていうこと、実際はそうではないですね。現実的には、この今の、まあ、南モンゴルにしてもこのウイグルにしてもチベットにしても、その言葉さえも奪われてるっていうことなのに、これを美談化するっていうのはそこに問題があるんじゃないかなと思いますね。なるほど、意図も感じるということですね。もう一点、もう一点言うと、今中国の社会っていうのはやっぱり今皆さんも言ったように、その、まあ、監視カメラ、防犯カメラどっちでもいいですけど、この DNA のことも含まれて、中国の国内で今その子供を盗まれるっていうこと、気づかないと子供を盗んで他のところに持って連れて行って売るっていうことは世界平、まあ、普遍的なことになってですね、それは見つからない、何年になっても見つからない、何十年になっても見つからないっていう話は、例えば中国の CCTV でもそういう番組まであるんですね。何年になった後に見つかったとか、
警察が本当に、まあ、力入れて見つかろうとしたら、まあ、すぐ見つかるもんです。ただそれは見つからないのに、なんで何十年離れたこの、内モンゴルに、まあ、モンゴル人になってると思いますけれども、こういう子供が自分の95歳のまあ、お父さんが見つかったっていうのはすごい、なん聞いてギャップがすごいですね。なるほど、はい。で今習近平が言ってる言葉の一つには、それこそね、今本当に逆説なんだけど、中国の国の正しい歴史をみんなで学ぼうとかね、ほう、それは間違ったことしか学んでないんだけれども、うん、もうそれはスローガンなんです、一つの中国の栄えある歴史を。でそれは大体中華民族の話なんです。で中国でじゃあウイグルやチベットやモンゴルのことが全然語られないかっていうと、中国共産党は結構語っていて、それはどれだけこの民族が仲がいいかという、このエピソードというのはすごくたくさん出てくるんです。まあ、そしてですね、この、子どもたちのことも含めて、モンゴルに関してですね、やはり最近まあ、非常に素晴らしい本が一冊出ましたので、はい、これを紹介したいと思っております。はい、こちらが出ました、清水智美さんが妖怪絵先生の墓標なき草原を漫画化したということですね。古川さん、これお読みになりましたですか？はい、なんかご感想があれば。もうまずもって本当に清水さんに、ありがとうと心から思いましたけれども、やっぱり墓標なき草原もとっても読んでいても面白いんですけれども、これやっぱ漫画ってすごい伝える力が強いなと思ったのは、やっぱりですね、この墓標なきっていう表現があるように、内容は本当にかなり辛いというか厳しいシーンがたくさん出てくるんですけれども、それをやっぱり読ませる力というか、伝える力、本当に清水さんはそういう漫画の表現がやっぱりこれで書きすぎるとちょっと本当に目も向けられないぐらい残虐なシーンだったりとか、もう見てても本当に胸が苦しくなっちゃう話がいっぱいあるんですけども、それもちゃんと、事実とともに、伝える物語としていくっていう、そこがすごいなって思ったのと、日本がたくさん出てきます。日本と南モンゴルの関係について出てきます。ですからこの近代史で奪われている日本とこの南モンゴルの関係ですね、これを本当に知る最初の一冊になったら素晴らしいんじゃないかなって思いました。はい、大地さんはこの清水さんの漫画の方はお読みになりましたでしょうか？申し訳ないけどまだ読まれてないけど、そのタイトルと目次を見た、くらいですね。まあ、これね、ただその原作であるその墓標なき草原、先も言われた通り、それも、読みましたけれども、モンゴル語にも一応、翻訳した、まあ、作業をしたことはあるんで、中身は、まあ、はっきり分かっています。ただこの日本ではやっぱりこの漫画家になるっていうのはとても本当にモンゴル人としてありがたい、日本人は一番受けやすい、分かりやすく、まあ、書いていただいてるなと思います。これね、正直言ってモンゴルの人はね、読むの辛いと思う。辛いと思います、はっきり言って、漫画になっても、はい、正直言ってね、こう内容は基本的に変わってませんから、はい、とりあえずですね、はい、じゃあ出しましょうか。はい、一応これ目次だけね、ちょっとピックアップしてみました。まあ、この第1話、赤い息子たちウランフの物語、まあ、そしてこのあとこのように続いておりますけれどもね、まあ、これでも全部ちょっと説明する時間はないので、まあ、一番ちょっとポイントのところをね紹介しておこうかと思っております。このね、やっぱり第1章のね、このウランフという人が、はい、あえて言うとね、この漫画のね、まあ裏の主人公みたいなところがあるんですよね。はい、でこのウランフという人がどういう人かと言いますと、さっき言ったようにこの人はモンゴル人ではあるけれども、非常にソ連の影響を強く受けて中国共産党に教育された人、でこの中で出てくるのはこの大東亜戦争の敗戦というのがいかに当時のモンゴル人にとってこれがやっぱりもともとモンゴルの独立のチャンス、はい、
がやってきたと、でそれはやっぱり外モンゴル、今のモンゴル共和国との統一ということなんですよ ね、それをあの瞬間に非常に強く夢見ていた、あの時にモンゴル共和国というのはまあソ連、まあ、ある意味ソ連の傀儡と言ってしまえばそれはそうなんだけれども、一応独立はしてたわけなんですね、でそして、満州の中で自分近代化されていろんな、知識、日本から知識を得たモンゴル人たちの知識人たち、満州モンゴルの民衆も含めて、これは本当にこの、今こそ全てが統一できる時なんだと、モンゴルが一つの国になるんだという、そういうその時の希望みたいなものがこの漫画にはですね、これ特にこのまあほとんど全編にわたって書かれてますね。そうですね、うん、はい、で日本からの、日本で学んだことが全員にとって、彼らにとってどれだけ意味があったか、本当に自分たちが初めて近代的な教育を受け、さまざまなことを学んだことへの感動と、また同時に大東亜戦争の後にですね、自分たちが統一できるんじゃないかというその希望を持ったこと、それが潰されていくのが大きなポイントは、やっぱりヤルタ会談なんですよね、はい、ヤルタでモンゴル人たちが全然関係ないところで、独立が奪われて中国の、まあ、自立上に組み込まれることに南モンゴルがなってしまった、はい、それをはっきり言うと主導した一人がこの第一章のウランフーという、そうですね、うん、共産党のリーダーですよ ね、モンゴル人の、うん、はい、この人はですね、あのやっぱり今私たちがやっぱりこの漫画をです読んで、特に若い方がどうしても理解できないことが一つあると思うんですけど、やっぱりね、どれだけ当時共産主義というのが美しく理想だと思えたかっていうことが、うん、多分今 の方には理論では理解できても、感覚としては多分理解しにくいだろうと思います。で当時このウランフというのも非常に、まあ、私個人はこの人非常に優れた人物だったと思うんですよ。で彼はあのスターリンをものすごい尊敬したの、ね、うん、であのそれも彼はスターリンの実態とかあんまりよく知らなかったんだろうけど、彼が何をもって尊敬したかっていうと、ソ連邦という形で各民族の自治を認められてる、はい、でそれぞれの民族がそれぞれの文化とかそれぞれの伝統を守りながら共産主義の理想の中で一つの連邦国家になっている。ウランフはあのこれがやっぱり彼にとっては当時理想だと思ったんですよね。でそしてあの彼は中国共産党も、そういう国を作ってくれるだろうと信じて、はい、そしてあの中国共産党のもとに団結しようというふうに進んで、南モンゴルの独立運動を弾圧し、あの弾圧というか本当に、崩していく側にもあったんですよね、はい、そして、それに対して、でもじゃあ彼がどういう人生を送ったかというと、やっぱり彼はその中であの中国共産党の実際の政策はモンゴルの文化を全然大事にしないし、草原をどんどん滅ぼしてしまっていると、砂漠にしてしまっていると、例えばあの草原というのはもともと農地には合わないんだから、農地にしないでほしい、遊牧を守ってほしいという、それぞれの文化を守るという約束だったはずだということを言って、彼はモンゴルを独立させる、陰謀を企んでいた内モンゴル人民党であるということで、彼は結局逮捕されて粛清されていくんですよね、まあ、殺されはしなかったんだけど、それ以降、モンゴルにおいてはもう文化大革命 の始まりがモンゴルから起き、もう徹底した、そういうジェノサイドがこの60年代に行われることになります。その60年代のジェノサイド、まあ、その以前からあのいろんな問題があったんですけれども、60年代のジェネサイドを中心に描かれたのがこの墓標なき草原という本で、その中のいくつこの非常にいくつものエピソードを、あの漫画化したのがこの本ですね。なんか非常にいろんな立場の、まあ、リーダーの一人の物語だったり、その、まあ、女性が主人公の物語もありますし、お医者さんが主人公の物語もあるんですけれども、その時代にもう起きていることをそのいろんな立場からあの物語が進むんですけど、やっぱり描写されるのがやっぱり同じあのそういう、 もう激動の悲惨な悲劇の時代ですね。それこそ大躍進の悲劇だったり、あのモンゴル人同士であの密告し合ったりとかですね、あのすごく印象的だったのは、モンゴルの、まあ、リーダーとかその
最終的に粛清というか殺すのはモンゴル人にやらせてたっていう場面があったかと思うんですけど、そのやり方が非常にやっぱりその中国共産党の官人がとても巧妙で、これに翻弄されてきたんだモンゴル人はっていうところが本当に苦しくて、この歴史は実際にあった歴史で、しかも日本が非常に深く関わっていることなので、絶対に日本の皆さんは皆さん一回は絶対に読んでいただきたいなと思いますね。まあ、どっちにこれ結局、モンゴル人のこの物語ではあるんですけど、背後にあるのはこれは日本の物語でもあるんですよね。はい、で日本が満州国という中でモンゴルの人たちと接してきたこと、でモンゴルたちにどういう影響を与えてきたかということは、これは確実に背後にあって、それが多分粛清の、ね、大きな理由の一つにはなってるんですよ。そうなんですね、うん、それがモンゴル人が弾圧される理由のとっても大きなところも占めてるなと思って、うん、文化大革命の時は、うん、例えば中国人の中では、はい、親戚が日本でラーメン屋やってるってことがスパイかもしれないって話になったんですよね。でまあ、それはまあ一つの例ですけれども、ですから日本軍に教育を受けていたなんていうのは完璧にこれジェノサイドの理由の一つになって、うん、このことを未だに中国共産党認めないんですよね。そうなんです。認めないです。ジェノサイドはというか、あそこで文革のことは認めてるけど、その原因となったことは認めてないです。それは中国人も、モンゴル人もチベット人も同じように間違った極左の思想でやってしまったんだという、なるほど、その背後にあった民族による民族に対する差別だとか、うん、民族ジェノサイドだったとか戦前の歴史との関係っていうのは一切認めてない。だから中国共産党の人たち、ちょっと言いにくいんですけど、中国共産党に反対する中国人の中でも、はい、モンゴルジェノサイドのことを言うとですね、あの時は中国人も大変だったんだよとか、そういう言葉結構来るんですよ。はいはい、聞いたことあります、ね、うん、あんまりそれ議論してもしょうがないんだけど、やっぱり別に僕はモンゴル人だけが大変だったみたいな言い方は僕はあんまりいいと思いませんよ。ただね、そのジェノサイドの理由が確実に違うんです。うん、中国人がやられた時っていうのは、お前は創始派、資本主義に走るイデオロギーが間違ってるっていうのが糾弾対象だった。モンゴル人ジェノサイドはモンゴル人だっていうことがジェノサイドの対象だったし、遊牧をしてるとかそれがジェノサイドの対象。もう一つ言うと、彼らがやっぱりそこのところであったのは日本の影響があるっていうのは絶対ジェノサイドの対象なんですよね。で、その辺のことをですね、別にある程度きちんと出していってくれたのはこの楊海栄先生の仕事なんですよね。はい、でこの墓標なき草原っていうのは皆さんご存知のように、最初は岩波書店から出ました。はい、この岩波から出たっていうのが意味があるんですよ。あ、そうなんですね。うん、思想的にはあっちのイメージが、そういうところから出すのが中国一番つらいからね。あ、なるほど。岩波から出たってすごく意味がある。うん、そして、岩波から出たものが、この漫画が連載されたのは産経新聞正論ですね。正論、はい。で、今回出たのがワック出版ということで、はい、まあ、様々な、もの媒体を経ましたけどね。しかも取ったのが司馬太郎賞でしょ。おお、そうですね。うん、あれ司馬太郎賞なんで取ったかって、司馬太郎がモンゴルについて書いてるから。そうですね。うん、だからそういう点では、はい、司馬さんもですね、司馬さんの歴史小説に関して の批判もいろいろあると思いますが、モンゴルの実は文革の悲劇を日本で、学者以外で最初に日本で広めたのは司馬太郎じゃないかな。それはこの前の奈良の講演会のテーマの一つでもあったんですけど、そうですね、うん、ぜひアーカイブで見てください。うんうん、そういう点ではですね、やっぱりまだ状況は解決していないし、このラストの特別収録のこのモンゴリアンメッセージというところがあります。はい、ここのところは清水さんの書き下ろしに近い作品なんですけれども、ここではですね、今でもこのジェノサイドが続いていると、とうとうそのジェノサイドは人間の命を奪って、草原を砂漠として自然を奪って、今とうとう言葉のところにまで来たと、モンゴルが奪われるところまで来たと、ジェノサイドが続行中なんだということを強く訴えている漫画です。これもですね、まず皆様分かりやすいという点では漫画から入っていただいてですね、そして僕はこれまでね、ウイグル証言の漫画とかをずっと書いてくださいましたけれども、今回はですね、清水さんはウイグル証言とはちょっとスタイルが違っていて、
ウイグルの朝鮮の時にはできるだけ残酷にならないように、ウイグルの人たちのいろんな気高さですとかですね、あまりそういう激しい描写をしないようにしてきているんですけれども、今回は明確にですね、悪というものを真正面から描いています。中国の側のもちろん残酷な暴力も下品にならない程度に出してますし、そうですね、実際に妖怪先生がこれまで資料で出していた、うん、調べて本当に書いてあるんですよね、うん、このように拷問されて亡くなりましたっていう、その内容がそのまま、うん、記録されてます、ね。ここではね、ちょっとあまり放送で言いたくないのであまり言いませんけれども、もうレイプと拷問のオンパレードですよ。そうですね、やってることはね。で、しかも非常に原始的なやり方でやってるんで、はい、頭に釘を打ち込むとかね、はい、それ拷問かよって気がするんだけれども、本当にそういう話ばっかりです。で、こうよく、まあ、これはここで言っていいかどうか分かんないけど、先日ですね、東アジア反日武装戦線の、メンバーらしき人、はい、まあ、もう亡くなっ すぐ亡くなったんでね、分かんないけれど、まあ、これ取り調べがどうなるか分かりませんけれども、まあ、病院で名乗りましたよね、はい、彼らとイコールのグループじゃないんだけど、私が非常に衝撃的だったのはですね、連合赤軍の、はい、浅間山荘事件というのがあったんですよね、これは連合赤軍という極左グループの中で実際に仲間同士でリンチで殺し合ったという、記録とか読むとですね、はい、ある意味共産主義ジェノサイドの共通性って分かりますよ。そういうことですか。するに、まあ、何が言いたいかっていうと、中国人が残酷だってこともあるんですよ。うん、そういう意見もあるでしょ。あと、いわゆる民族主義の問題、すでに中華思想の問題もある。でもやっぱり同時にね、とにかく本当に極端なイデオロギーっていうのは、相手を本当に殺していいっていう世界に人間を持ってくるんですよね。やっぱりその過激すぎる、まあ、偏りすぎる思想っていうのは、本当にそれを正当化して残虐に殺すことに方法を変えてしまうんですよね、自分が絶対的な正義になっちゃうから、でかつその自分が絶対的な正義になると、悪を殺せないようでは俺は本当の正義じゃないっていう、そういう盗作した論理が生まれるんですよ。いや、それはオウム真理教もそうですよ。だからあれ、信者はいい人だとか言うでしょ、多分いい人ですよ。ただどっかでネジがおかしくなってるんです。で、まあ、それはともかくとしまして、これはもっと原始的な暴力もいっぱい書かれてますしね。そしてまたさっき古川さんが言ったように、モンゴル人にモンゴル人を殺させるという、これはもう行われてきたことですし、おそらくウイグルでも行われてる、はい、でこの日本がもし中国に占領されたら日本でも起きます。日本人に日本人を殺させる、そうでしょうね、で、今中国に対して非常にまあ、はっきり言ってしまうと、媚びた言説をしている人たちが多分最初にやられます。これは、はい、この本読むと分かりますね、はい、今中国擁護している人たち余裕で最初にから粛清されますね。えらいことになります。えらいことになります、だから下手すると日本の大学の先生半分ぐらいいなくなる。半分も、まあ、もうちょっと少ないかもしれませんけど、まあ、そういうことも起こりかねない事態ですよね、はい、まあ、そういう形でぜひこの本についてはですね、モンゴルについて知るための大変重要な、漫画作品が発表されましたし、漫画としても非常に完成度の高いものです。やっぱりこういうのを読むとね、日本人としてやっぱ日本の漫画ってやっぱここまで来てるなっていう、そういう感動もありますよ。こういう時にやっぱり漫画の力ってのは本当に思いますね、はい、今日は、清水智美さんの、が漫画化してくださいました、こちら墓標なき草原の紹介をいたしました。これもう初版から重版かかってるという話で、実はこの表紙が妖怪先生のお母様がモデルということですね。Kindle でも電子書籍でも売ってますので、そちらですと本当ワンクリックで
すぐ読めますので、ぜひあのお手元にまだない方は、電子書籍でもお買い求めください、ね。まあ、趣味的にはね、あの紙の方がやっぱり絵の力が伝わる気がしますので、できれば紙でいただけるとありがたいと思います。はい、はい。まあ、あのそれでは今日はですね、以上で、あのまた、来月はモンゴルのさまざまな新しいニュース、また今年の活動などもや、報告していければと思っております。大臣さん、あの今年も、あのクリル隊としてもいろいろこれから考えていかなきゃいけないと思いますので、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今年もよろしくお願いします。せーの、バイバイ。